今日は富士へ丸紅の別荘地へメッサーシュミットを配達に行く途中で、たっさんのメッサーシュミットは充電不良で撃沈で、私のメッサーシュミットはユナちゃんのうんこの運もつかなかったのか、ヘッドガスケットが吹っ飛んでアジャパーです。このまんまガソリンスタンドに2台置いて、丸紅の別荘地まで配達した後になんとか2台を1台たっさんの車に私のバッテリーを積めば水台まで帰れると思います。私のは、ガスケットが飛んでますのでエンジンはかかりません。それでは無事帰れるのを見守ってください。たっさん、挨拶だ。おじちゃんね。